こんにちは、森本です。今回のテーマは、アート、芸術の前では言葉は不要なのかとなります。よろしくお願いいたします。というわけでですね、今回はアート、芸術の前では、言葉は不要なのかっていうテーマでですね、お話をさせていただきたいと思いますが、なぜこのような内容をですね、テーマにしたかと言いますと、僕はですね、この YouTube チャンネルで音楽をテーマにですね、解説動画を、たくさん投稿しております。音楽もですね、アート、芸術として捉えた場合、僕が作っているこの解説動画に対してですね、アートを言葉で表現することに否定的な人たちにとってですね、かなりこの悪いものとしてですね、見られていることがありまして、動画のコメント欄にですね、音楽は芸術なんだからもう黙って聞いていればいいんだよであったりとか、お前のうんちくなどを誰も聞きたくないっていうですね、そういったご意見をですね、いただくことがあるんですね。そのコメントはですね、さらに続きがあって、かなり暴力的な表現もあったので、YouTube 側にですね、削除されております。なので、ご覧いただくことはですね、今できないんですけども、実際にそういったコメントがございました。そこで思ったんですけども、果たしてその意見はですね、正しいのでしょうか？僕がですね、人より少し言葉が好きだから、そう思ってしまうのかもしれませんが、僕はですね、言葉はアート芸術だと思っております。先にですね、今回のこのテーマの答えから言います。今も言ったんですけども、アート芸術の前では言葉も重要だと思います。何言ってるのかわからないとですね、思われる方も多いとは思いますが、例えばですね、普段、皆様が生活している中で何とも言えない気持ちになる瞬間って絶対あると思うんですね。またはですね、感動するような映画を見たりとか、音楽を聴いたりですね、絵画を見ると、湧き出てくる感情ってあるじゃないですか。そして、そのご自身の感情をですね、可能な限り正確に、第三者の誰かにですね、伝えるときにはですね、言葉を使って、これのここがすごくてですね、ここのこういったところがですね、こういう気持ちにさせてくれるんですよ、みたいな、そういった説明ってしますよね。そういう風にですね、感情っていうこの無形の物事を言葉を使ってですね、形にして相手に伝えるんですね。これってすでにこのアート芸術だと思うんですね。音楽であったり絵画とかもそうなんですけども、形のないものをですね、形にして第三者にこう伝えて、知ってもらおう、理解してもらおうっていうそういった行動じゃないですか。それがアートだとしたら、やはりこの言葉でですね、伝えるっていうこともですね、アートになると思うんですね。僕はそういった点からもですね、普段の会話でも素敵な言葉が多い方のですね、話す内容にはすごく芸術を感じてしまいます。しかし、私のようなですね、こういう意見を題材にすると、必ず絵画や音楽などアート、芸術に関してはですね、言葉で理解することは無駄であるであったり、またはですね、言葉にできるほど単純なものではないから映画や音楽で表現しているという人もいるんですよね。極めつけはですね、アート、芸術は言葉で表せないものを表現する方法であるというふうにですね、言う人もいます。つまり、アートをですね、言葉で表現することに、否定的な意見ですね、こういったものがですね、結構聞こえてくるんですけども、さっきも言いましたが、果たしてそれはですね、正しいのでしょうか？僕はある視点では、そういった意見や考え方にですね、100% 同意します。しかし、ちょっとでも視点を変えると、僕はその意見や考え方にですね、どうしても疑問を持ってしまいます。と言いますのも、言葉をですね、アートとしてですね、捉えないっていうことであれば、それじゃあ僕たちがですね、今まで読んできた素晴らしい小説であったりとか、素晴らしい歌詞はですね、芸術じゃないのだろうかっていうところなんですね。写真もですね、挿絵も一切ない言葉だけで作られた小説でですね、心の中をですね、大きく揺るがされる経験ってあるじゃないですか。あれが芸術でなければ何なんだろうっていうふうにですね、思うんですね。皆様はどう思われますか？誰しもがですね、見てきた有名な風景も、ある作家が書いた言葉の表現で、そんな見方があるんだとですね、目から鱗じゃないんですけども、言われて初めて新しく気づいたことってないでしょうか？哲学書的な本を読んでもですね、そこにはごくたまにですね、人の考え方を180度変えるような言葉があったりします。人の考え方を180度変えるって、感情が動いている証拠だと思うんですね。それって間違いなく感動しているわけですよね。また、日本の音楽、邦楽の歌詞にもですね、本当にこのものすごく素敵な言葉がですね、いっぱいあると思うんですけども、いかがですか？例えばですね、ブルーハーツの少年の歌って曲の歌詞にですね、どうにもならないことなんてどうにでもなっていいことって部分があるんですけども、これすごくないですか？なんかこの内容って、もうメッセージ性の強い映画がですね、2時間ぐらいかけて見ている人にですね、気づかせようとするくらいの、なんか本当に深い内容だと思うんですね。それをこの言葉でですね、パンと言い放って、後から何回も見返してですね、その深さをですね、こう深掘りであったりとか、考える時間であったりとか、その思考力をですね、なんか高めさせるような、そういった能力もあるので、アートとしてはですね、すごくレベルが高いと僕は思うんですね。また、ブルーハーツのですね、ネオンサインって曲の歌詞にですね、悲しいことは銀行に預けてきなって部分があるんですけども、これもまあめちゃくちゃ染みる部分だなと思っていて、何が染みるかっていうとですね、それはですね、決して悲しいことをですね、捨ててしまえとか忘れてしまえとかってですね、言わないところだと思うんですね。この悲しいことっていうのはですね、まあ誰かの身に起きたものすごい悲劇だと思うんですね。それって決して完全に忘れられて立ち直れるようなですね、インパクトの弱いものじゃないと思うんですね。もしかしたら夜も寝れないくらいのですね、大きな傷が心にあるかもしれないじゃないですか。だからですね、近くにいる友人としてその人に声をかけるときにですね、軽率にですね、悲しいことなんてですね、忘れちゃおうよとか、悲しいことなんて捨てちゃいましょうよなんてことはですね、言えないんですよね。普通はですね、言えないと思うんですね。その重さが分かっていれば。だから、この預けてきなって言うんですよね。しかも銀行っていう言葉をですね、使うのってすごくないですか？銀行ってですね、僕たちのお金をですね、絶対に盗まれないようにこう保管してくれる場所じゃないですか。そこを例えで持ってくるセンスはですね、本当にアートだなと僕は思いますね。まあ本当に素晴らしい描写だと思います。他にもいっぱいあるんですけども、例えばスピッツの春の歌っていう曲の冒頭で、重い足でぬかるむ道を来た、棘のある藪をかき分けてきた、食べられそうな全てを食べたとかですね、ユーミンが作詞している優しさに包まれたならっていう曲の、これまた冒頭なんですけども、小さい頃は神様がいてっていう部分ですね。この部分の歌詞をですね、聞いただけでもですね、まあ見たことも会ったこともないその人の現在とですね、生い立ちの環境みたいなのがですね、ざっくりとですけども、なんとなくこう分かるような感じしませんか？でもかなりこの謎の部分もものすごく感じてしまうので、その世界観にこう引きつけられてしまうっていう、そういった感じしませんか？まあこういう話をすると、まあ言葉の芸術性の高さをですね、思い出していただけるんじゃないかなと思いました。しかしですね、これを見てくださっているご視聴者様の中にですね、森本、お前の言葉に芸術性はあるのかとですね、厳しいご意見が出てきそうなので、まあめちゃくちゃ怖いんですけども、確かに僕のこの動画での解説内容はですね、芸術性が低いと思います。ですが、僕はですね、今のところやめません。理由はですね、続けたい気持ちが強いというのもあるんですけども、続けながらですね、動画の視聴回数であったりとか、評価の数であったりとか、まあ、頂戴しているコメントなどをですね、参考にですね、言葉にしてですね、動画を制作にですね、励み続けることで、まあ、僕自身のですね、こう言葉にする力というのが上がっていくと思ってるんですね。そのレベルアップにつながると思ってるんで、まあ、このまま続けようと思っております。まあ、実践の中でですね、成長していこうと思っている感じです。とですね、ここまでですね、言葉の素晴らしさと芸術的な部分をお話してきましたが、最初の方でですね、言いましたアートをですね、言葉で表現することに否定的な意見に対して、僕はある視点ではそういった意見や考え方に 100% 同意しますってところなんですけども、じゃあそれは何かって言いますとですね、言葉っていうツール、道具を使わずにですね、写真だけであったりとか、絵だけであったりとか、音だけでですね、人の心を動かそうと、そういったですね、チャレンジをですね、勝負をしている、そういったスタイルの芸術作品であったりとか、アーティストのことをですね、指しております。そういった人はですね、言葉を使わずにですね、写真や、絵の作品だけでですね、感じてほしいものをですね、やっぱ発信してるんですよね。なので、自分の作品を言葉でですね、解説することを拒むのはまあ当然のことだと思うんですね。だから第三者がですね、感じたことを語ることは自由だし、誰もその行為をですね、止めることはできないんですけども、作品を作った当事者だけは言葉でですね、自分の作品を解説したくないっていう、こういった選択肢をですね、選ぶのはですね、まあめちゃくちゃ理解できます。それはもう映画でも音楽でも同じだと思います。それだけまあ自分の作品の作り方とですね、発信方法に強い信念があるからだと思うんですね。逆に小説をですね、映像消化したくない人もいますので、まあ本当に、なんていうんですかね、その自分のその武器で勝負したいっていう人はですね、言葉の世界でも言葉がない世界でもですね、同じだと僕は思っております。つまり、写真であったりとか音楽でしか表現ができないことがあるように、言葉でしか表現できないことも芸術の中には存在しております。だから僕はアート、芸術の前でも言葉は重要だという、そういった意見をですね、発信させていただきました。もう本当にそういう立場なんですね、僕は。おそらくなんですけども、あまりにもですね、僕たちにとって言葉がですね、身近にありすぎて、その力であったりとか、素晴らしさをですね、見失いやすいっていうところがね、あると思うんですね。これ事実だと思います。ということでですね、今後もですね、私、森本はですね、音楽を言葉でですね、解説していき、音楽の聴き方であったりとか、捉え方をですね、こう発信させていただきたいと思います。それでですね、なんか見方であったりとか、捉え方っていう、そこにですね、幅が出る人がですね、一人でも増えればいいなと思っております。もしもですね、この私の動画を見ているご視聴者様の皆様の中にですね、同じように言葉を使うことが好きな方がいらっしゃいましたら、まあ、ぜひぜひ、コメント欄にですね、いろいろ書き込んでほしいなと思っております。また、ご自身がですね、YouTube で発信するのもいいんじゃないかなと思っております。お勧めしております。というわけでですね、今回の動画は以上となります。どうもありがとうございます。また新しい動画をですね、これからもどんどん作っていきたいと思いますので、応援していただければ嬉しいです。チャンネル登録していただければ、新しい動画がアップした際にはですね、連絡が行くようになっておりますので、チャンネル登録していただければ嬉しいです。では、どうもありがとうございました。